はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、害虫を見てみようシリーズ、はい、第3弾虫ナンバー3、粉じらみについてお話ししていこうと思います。これまで、アザミウマやって、アブラムシをやりましたね、はい、覚えてますかカエル君？記憶のだいぶ遠いところにあります。もう1年ぐらい前になるんだよね。いや、夏じゃなかったっけ。夏だっけ、はい、まだ寒い時だよあれ。寒い時そうだっけ、向こうでやったよね。じゃあ覚えてないですね。あれ寒い時にやった。でその時もね、粉じらみについて話してくれっていう話はあって、であの我々としてもですね、トキタ種苗のこの研究開発グループとしても、はい、粉じらみって一番やばいよね、大問題、いつも怒られるやついつも怒られるやつ。ここまで登場したアブラムシ、アザミウマ、コナジラミ、どれがやばいかっていうと、コナジラミが一番やばい。そうですね、クセモノ。なんでやばいかというと、死なないですね、うん、消えない、もうその完全に殺してしまおうと、いなくならしてしまおうといろいろ頑張るんだけど、撲滅するのが本当に難しい、はい、という厄介な虫です。はい、今日はね、そんなコナジラミについて話していこうと思いますよカエル君。はい、カエル君でも担当作物が葉物が多いので、露地野菜葉物が多いので、はい、そんなに粉じらみで困ることは正直ないんです。ないよね、まあ、いるはいるなみたいな感じだよね、はい、いるな。でたまにちょっとこう粉じらみぶわって増えすぎると、あの小松菜とかね、葉物はこう葉っぱキラキラキラってね、はい、なってますね。なんかこうかすり状にね、はい、舐められちゃってなってるけど、はい、でも そんなにね分からない。あのアザミウマとかの方がどっちかっていうと、あの目に見て分かる被害があります、うん、分かりやすくやられるよね、はい、アブラムシは気持ち悪いしね、はい、実はそうなんですよ。そんなにね、食べられちゃって植物体がなくなるとか、はい、そういうのはあんまないんだよね。今言ったようにかすり状、こう吸った後がかすり状になってキラキラしちゃって見た目が悪いとか、うん、まあそんなもんなんだけど、一番やばいのはですね、これですね、はい、ウイルス病。はい、トマトが有名ですけれども、トマトだとオオカハマキ病というですね、トマトイエローカールリーフバイラスかな、うん、TYLCV ね、はい、まあここ10年ぐらいでだいぶ問題になって、あの南の方からですね、ずっと日本を今こう北海道まで伝播していこうとしている病気なんですが、毎年夏頃になると粉じらみがそれを移して回るんですよね、ウイルス病です。人間もコロナウイルスでね、今すごく困った状況になってますけれども、まあ、トマトのその TYLCV、オオカハマキ病も非常に困った状況になっています、うん、でコナジラミはさっき言ったように撲滅することがすごく難しい病気なので、一旦そのオオカハマキ病が出て、うん、コナジラミがそれを移し始めると、もう止めようがないというかね。そうですね、もう根絶は無理ですね。もう諦めてますか、はい、すいません。コナジラミにはですね、大きく分けて2種類問題になるやつがいます。これ以外もいるんだけど、野菜の世界ではこの温室コナジラミね、あとはタバココナジラミって言われる2種類がいます。見分けをつける必要はね、そんなないんじゃないかなと思うよね。まあ、野菜についてるのは大体このどっちか。で、特にやばいのは、このタバココナジラミにね、バイオタイプ9っていうね。それ油なんかにつくって言われてますよね。これいろんなのにつくよ。何でもつくけど、バイオタイプ、あと B とかね。いろいろいるんだけど、まあ、バイオタイプって、まあ、種類だよ。こういうふうに言われてる種類が、タバココナジラミの中に Q って呼ばれてるグループがいて、ほう、そいつらがすごくやばい。何がやばいかというと、農薬が効かない。はい。ね、どうするんですか、それ。どうしましょうね。どうしましょうなんですよ。でね、まあ、この性質を知ってなんとか対抗していかなきゃいけないんだけど、うん、まあ、コナジラミのね、こう、まあ、使えるかなっていうのは、この黄色が好きで黄色に集まるんだよね。うん、だからカエル君さ、これ緑ですね。緑だけど、これなんかも多分コナジラミ来るよね。うん、最悪ですね。あの、これ畑に置いとくと、バーってこれコナジラミつくと思うんだけど。まあ、そういう黄色に集まる。うん、だから、黄色い粘着板とか置いとくと、それにペタペタくっついてくれるっていうのは1個。うん。うんうん、コナジラミをやっつける方法の一つね。はい。あとね、キラキラするもん嫌いね。光のこう、太陽の位置とか月の位置を見て飛んでるらしくて。距離がわかんなくなっちゃうんですか？そう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 。だから、シルバーマルチとかね、キラキラするマルチを下に引いて、光乱反射させたりすると、もうどこに飛んでいいかわかんなくなって、そういうとこは苦手。うん。あとね、夜、うん、結構じっとしてるんだよね。植物のこの成長点というか、あの栄養がたくさんあるところに止まって、じっとしてることが多いので、まあ、農薬を使って殺すとかね。あと水かけたら結構死ぬのよ、こいつ。あの、こう、次出てくると。ああ、なんか、うん。水苦手。はい、はい。薬剤で死ぬより、水で羽とかが濡れて死んでんだな、みたいな。そんな感じだよね。もう、そのバイオタイプ9も薬自体は効かないんだけど、水は効いてるみたいなね。ですね。うん、あるかも。だから、そういう、積極的に何かをかけて殺すときは、夜、ね、じっとしてる、その成長点に向かってかけると、
まあ効率的だよね。じゃあ頭上冠水とかいいんじゃないですか。ああいいと思うよ。もう全身分びちゃびちゃにしちゃうとかね。へカエル君結構ほら昼間にね仕事の時間に農薬撒くじゃない。うん、でカエル君がバーって撒いてる横をバーって飛んでるよねこの柱みたいな。そうですね意味ねえみたいなね、全然かかってねえみたいになってる時あるけどね、はい、でカエル君がいなくなったらこの柱の方にスーッと戻ってきてね。そうですね、しめしめみたいになってるよね。一応室内にかけるように気を使ってはいるけど無理ですね、空間にもね、うん。まあ、この辺の性質を理解してうまくやっつけていくしかないんだけど、うん、もう考え方としては撲滅しようっていうよりは、うん、もううまく共生していこうっていう方が大切だよね。そうなんですか。で、さっき初に言ったトマトの TYLCB、オオカマキ病に関しては、うん、まあ、それこそね、そういう時は種苗メーカーの出番ですよ。うん、我々ね、うん、そもそもオオカマキ病にトマト自体が強くなる、うん、たかりにくいトマトを品種改良していこうっていうのは今いろんなメーカーがやってますし、トキタ種苗もミニトマトも大玉トマトもね、うん、オオカマキ病 TYLCB に抵抗性を持ってますよ、強いですよっていう品種を今販売始めてますので、うん、ぜひねそういったものを使っていただいて、で、このジラミもなんとかうまく付き合って増やしすぎないようにしながら栽培していかないと、うん、もうちょっとね夏場のトマトって難しいと思うんだよね、うん、どんどんオオカハマキ病、オオカハマキ病ってオオカ、うん、黄色くなる葉巻、葉っぱが巻く、うん、だからね、うん、ギューってなって見たことあるよね、うん、ギューってなってさもう全然伸びていかなくなっちゃうね、うん、っていう虫なんですよね、厄介ですねこれね、うん、で、今回も顕微鏡で見てみました。また顕微鏡でこれもせず、これもせず、まあ、こう出てると思うんだけどね、ガだよね。ガで、色がね、白なんで、まあ、純白。純白なんですか？黄色っぽくないんですか？ちょっと顔、頭とかね、体は黄色いけど、羽は白だから、結構神々しいよね。なんか、あれですね、ちょっと考え方によっては、綺麗な美しい虫なんですね。うん。ほら、カエル君が農薬撒いてるとき、後ろ、ふわーって飛ぶやつとかも、結構神々しいじゃない？これ、うんうん、ふわーってさ、コナジラミっていう名前がね、なんかこう、汚いような感じだけど、意外とね綺麗な虫なんですよ、うんうん、ガじゃなくてこれもあれだね、カメムシなんかの仲間だね、アブラムシとかと近い、あ、言われてみると、うん、そんな感じするなっていう感じですね。なんか死ななさの感じもアブラムシと似てますね。そうそうそう。でね、動画もう一個動画撮ってこうアップにしたりね、うん、こう撮ってんだけど、動画でこう撮ってる最中にねピュンってピュンって飛んだんだけど、ね、早いよね、あ、早いピュンって今多分こう流れてると思うんだけど、雑、こう止まっててちょっとこううーってなってるやつがピュンっていくからね、やっぱ早い、動きも早いんで農薬かかりにくいんですね、うん、逃げるのも早いね、うん、ここら辺もアブラムシとかアザミマとは違うとこだよな、うん、俊敏、行動範囲が広いというかね、あ、遠くまで飛びますよね、うん、遠くまで飛んでくる。激発する時期は4月から10月の高温期かつ乾燥してる時期です、はい、乾燥ね、はいはいはい、梅雨が長引いてる時とかね大した問題にならないんでね、雨1週間降らないってなると出てくるよね、一気にうわーって増えて、そう、ね、そう、雨欲しいって思います。で、ちなみにね今年って乾燥と雨が結構極端だったじゃない、うんうんうん、メリハリがありました、ね、我が家のね梅の木が庭にあるんだけど、はい、粉じらみで葉っぱが全部落ちたよね。そんなことあるんですか。気持ち悪いね、もう気持ち悪い、神々しかったよ、もう朝になるとファーンって飛んでさでなんか葉っぱの色おかしいなと思ったらもう全部キラ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 光ってんだよ、かすり状になってて、で葉っぱ紅葉、いや今の時期になる前に夏場に落ちちゃった、うん、もう来年は梅ができないかもしれないです、どうしてくれるんですか。いやそれ農場に飛んできたら困ります。あ、でもそうだよね、それ俺体につけて持ってきてるかもしれないよね。そうです、ちょっと帰ってください帰ってください、もういないですから今もね、すいません、もう持ってきたかもしれないね、すいませんでした、うんうん、気をつけてください。ほんとね、そういうとこでだって移ってくるんだもんね。そうですよ、どん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 ね、シビア。だから出張行く時とか気をつけなきゃダメだね、うんうん、服はしっかり払ってね、そうですね、行かなきゃいけないということで、トマトとかナスね、うんうん、作る時には本当に気をつけなきゃいけない、火災類は要注意、虫だし、で家庭菜園やられる多くの方が夏場トマト作りながらその脇で小松菜作ったりブロッコリー作ったりするでしょう、うんね、でブロッコリーとかには当然トマトにつくのが問題なんだけど、うん、トマトに薬かけてもブロッコリーのね木陰で避難したりとか、うんうん、あとコンパニオンプランツってよくほらトマトのコンパニオンプランツ、はい、バジル、はいね、最悪です、あ、あ最悪っつったバジルすごいよね、超寄せますね、超寄せるよね、
コンパニオンプランツとしてどうなのっていう感じは。でもそういうもんなんじゃないですか、トマトによらない。いやいや、そういうレベルじゃないんじゃない。個人的には誘引するから、あれはちょっとあんまり実用的じゃないなって思っちゃいますね。あのトマトの横にバジル植えてると、もうどん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 、いらぬ粉じらみをどんどん集めちゃうような気もするよね、あれね。だからあのコンパニオンプランツってね、いろんな考え方あるけど、あれもね、うん、難しいかな、わからない。虫いないとこだったらいいのかもしれないけどねっていう感じはしたよね。まあ、なんかそうですね、うん、まあ、なかなかはっきりとは。バジルはとんでもなく好きだね。そうですね、粉じらみね、という虫ですので、まあ、皆さんね、まあ、動画ちょっと気持ち悪かったかもしれませんが、そのイラストも気持ち悪いですね。顔描いてあります。かわいいでしょ、顔ね、この顔虫につけるとかわいいなと。気持ち悪い。どうですか。どうですか。気持ち悪いです、ね、気持ち悪いしか言わないですね。そうですよ。というわけでね、うまく付き合って、この虫をまず知っていただいて、トマトナスの時には気をつけていただいて、まあ、うまく付き合っていって、いいね作柄あの結果を出していただければなというふうに思います。まあ、ちょうどこの10月になりますので、この動画がね公開される頃には問題、だんだん問題にならなくなっていくんですけど、うん、畑の残骸を片付ける時なんかはね、トマト今、うん、畑でトマトがもう枯れかけてるやつなんかが残ってたりする人いると思うんですけど、その葉っぱについて越冬しますからね、うん、あの粉じらみいたな、あそういえば粉じらみすげえいたなって思われる方は、できればそれちゃんとビニール袋なんかに入れて、モールゴミにちゃんと出すと、畑から外、畑の外に出すっていう風にね、うん、残骸の片付けもしっかりやっていただいて、来年に備えていただければなという風に思います。うんうんうん、ガル君、何か質問とかありますか。粉じらみ、うん、まあ今問題の実例みたいな話はありましたけど、はいはい、具体的な対策って何かありますか。ネットね、うん、ネットはよくホームセンターなんかで売ってるネットって1ミリ目合いっていうのを売ってるんだよね、うん、ネット寒冷車、寒冷車ね、うん、で白いネット、うんうん、細かい目合いのネットなんだけど、寒冷車、うん、1ミリ目合いっていうのを売ってるんだけど、うん、1ミリ目合いだとね通るんだよね粉じらみは、うん、で 0.4 ミリ目合いっていう細かい寒冷車を使うと、うんうん、それはまあ、通らないと言われてるんだけど、はい、ねえカエル君も知っての通り 0.4 ミリ目合いの、ね、寒冷車ってほぼビニールだよね、あんなんね。そうですね、風通らない。通らないですね、まあ、通らなかねえんだけどね。いや強風じゃないと入ってこないじゃないですか。あの 0.4 ミリ目合いのネットでうちわ作ったら普通に仰げるよね。そうかもしれない、ね、なかなかね使い方も難しいんだよね、うん、でこの辺もこのあじらみで小さすぎんだよやっぱ、うんうん、だからまあネットは 0.4 ミリ目合い以下を使ってもらいたいんだけど、ちょっと夏場にそれを使ってっていうのは現実的じゃないかもしれないよね。そうですね、うん、まあでもしないよりは全然マシというか、それ以外に方法はないので、うん、しっかりネットを使っていただく、 0.4 ミリ目合いなんかを使っていただくことと、うん、あとはその黄色を使ってねテープに貼り付けるとか、あとは夜ね、そういう集まってるところに水をかけて殺すとか、物理的に殺すとか ね、まあ、農薬もちろん効かないっつってもかけないよりは全然いいので、家庭菜園ぐらいの規模だったら一番夜に霧吹きとかでやるのがいいですか ね、うん、ね手軽 で、 でまだあの一般に普及してないんだけど、うん、あのそれは農薬の登録とかの問題でね、うん、なんだけど天敵を使うっていうね、うん、うん、あのいろいろこの粉じらみを食べる虫っていうのもいるんだよね、うんうん、でそういうのを畑にまいてうまく共生させていくっていう方法も今研究されているところなので、うん、あの興味ある方はね調べてみてください。あの粉じらみ天敵とかつってやっていただけると、うんうん、いろんな研究での結果がね出てくると思うので、まあ、使えるものも実際実用化されているものもあるので、そういったものも試してみるのも非常にね、うん、あの環境負荷の少ないやり方なのかなというふうに思います。大変ね粉じらみもそうだけどさ、うん、まあ一番はあれですかね、粉じらみは発生しちゃうともう防除っていうんですか、うん、防除って殺虫とか難しいから、うん、できるだけこう発生させないように努力する方がいいんですかね、うん、そうなんだけどね出ちゃうんだなこれが。片付けるとき注意、そう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 、だから一遍畑を空にするとかってやっぱ大事なんだよね、うん、で残骸をきれいに取り除くとかね、うん、あの畑によくうなり込んじゃったりとか、あのゴミをね畑の隅に積んどくとかっていうことを結構やる人いるんだけど、うん、ああいうところで増えちゃうんだよね。だからやっぱ畑をきれいに空にする、で1週間でもいいから畑を空にして休ませるみたいなことがねあると、あとは雑草もそうだね、そうですね、草生やさないとかね、だからそういうのって大事だと思うよね、はい、うん、当然これ有機農業みたいなね農薬を使わないって方法でやってても出る虫なので、まあこういう虫ほどね
本当こう有機的な技術と、まあ、農薬を使う技術とね、それを組み合わせてうまく対策していかないとなかなか乗り越えていけないものなんじゃないかなというふうには思いますね。ということでこんなジェラミでした。虫ナンバー4はですね、はい、次はですね、いよいよ臨神木です。はい、芋虫です。はい、ガの幼虫です。はい、なかなかグロい映像閲覧注意になるかもしれませんが、はい、やっていこうと思いますので、はい、また害虫を見てみましょう。はい、はい、それではまた次回の動画も楽しみにしていてください。はい、チャオ。